今、なんか鳴った？いや、聞こえなかったけど、降りそうではあるね。そろそろ帰る？うん。あれ？藤岡？何してんの？新井くんこそどうしたの？いや、ここがおじさんの店なんだ。何？買い物？うん、でももう帰るとこ。じゃあ、うちの車で送ってってやるよ。おじさんに頼んでやる。え？でも悪いよ。雷鳴ってたし、この分じゃすぐ降るよ。いいんだよ、タクシー拾うから。タクシー代もったいないって。じゃあお願いしよっか。早い方が嬉しいし。春日だけ乗せてもらえば。光、好きにしろって言ってんの。光、生まれた時から一緒だし、他に友達もいなかったし。あ、殿。バカ野郎！こんな雨の中、女の子を一人置いてくるやつがあるか！いいか、春日は雷が怖いんだ。一人前に焼き餅焼く前に、相手のことをもっと考えろ！なんだよ、それ。そんなの、言われなきゃ知るわけないじゃん。雷雨とかじゃなきゃいいんだけど。今、なんか鳴った？じゃあ、お願いしよっか。早い方が嬉しいし。あんなんでわかるか、バカ！ハルヒ、いんの？ハルヒ、ハルヒ、ハルヒ、ひかえ、ごめん、ごめんな、一人置き去りにしちゃって。大事な友達にひどいこと言ってごめん。ありがとう、ヒカル。